スリークタウン。ここもなんかハッピーハッピー村に負けず劣らずの青い町なんですけど、とりあえずはここでお別れだ。この町は暗いムードだけど明るい気持ちで頑張れよ。おーい顔うん、いや分かるよ、窓から顔出してるんでしょ。フォーサイド町のどこかの劇場で歌っとる。ほんほんほん。これ何のマーク？スケボーに乗ってる暗いなここ。デス、デ、トゥーデサート。下が10。あ、待って、なんか北の方墓っぽくない？南が普通の家かな。まあまた探索を端っこからやっていこうと思います。じゃあちょっと北の墓は後回しにして、落書き、富士山の見えるソフトハウス春研究所。南から攻めていきましょう。あー、なるほどね。ここの町が呪われてるんだ。誰もいない。暗いな。やっぱりゲップとかっていう噂の化け物がこの街をぐっちゃぐっちゃにしようとしてる。ゲップメモっとこ。ゲップね。ゴミ箱がある。じゃん、スキップサンド食べるの？これ何？アパートみたいな感じかな。下から調べるって言っといて、あんたがゾンビじゃないっていう保証はない。思いっきり上行ってた。ゾンビどもがこの町をうろうろしてる間はツーソンにもフォーサイドも行きやしない。墓場の抜け道を通ればなんとかなりそう。あー、抜け道があるのか。ゾンビ同士がひそひそ話をしているのを立ち聞きした。ゲップー様が俺たちを次々よみがえらせてくれる。ゲロゲロ野郎ってもうちょっと他の言い方ないのかな。上の人は目の周りが緑色なんだけど。ブバーケリー、バーカリー。まあ、食べ物はいいかな。ドホスピタル、まあ一応見てみましょう。ヒーラーおじさん、まだいい。こっちは先生かな。$40。この人は入院がどうたらっていうでしょ多分。誰もいない。でも病院はなんか普通に白で清潔感がありますな。ゾンビにやられた。ゾンビ保険なんてあるの？いつからなんだろうね、そのゾンビがうろうろし始めたっていうのが。ツーソンからフォーサイドだっけ？に行きたくても行けないってことだよね。この明智に無断にテントを張らないでください。ん？これ何？動物入れる。あ、サーカス。の人たちがさ、動物入れてるようなさ、これ何、敵？違う、くん、ワンコ入れてるようなやつだよね。こっから先行ける？行けないか。すんごい森だね。今どんな感じ？ねえ、これやばくない？だよね。
明らかに様子が違うし、ゾンビドッグ腹が出てるで。わ、38も聞いちゃうの？やばいね。ちょっと BSI で回復をポーラにしてガードしましょう。早い。うん？あ、耐えたの？ナイス、ガッツ、ガッツで耐えましたね。避けられた。40。え、結構硬いね。お、土に帰った。結構経験値もらえる。これ見たんだっけ？あ、見た見た見た。おばあちゃん。え？左のは何？いやだって、うい！ん？やばい、回復してないよ。ずんしてみよう。カード。どっちがどっち？かわいいトムくんが後ろ。前からか。じゃあポーラ、すごいすごい、めっちゃ効くね。お、いいね。お、いいね。ちょっと回復しなきゃ。チョコチップ。おー、さてと、こっから向こうはツーソン。こっから上を探索。こんにちは。ん？ああ、キーグとかって女の子。ん？キーグって女の子なの？ああまあね、キーグ。誰もいないよ。町の真ん中の広場のサーカスのテントをゾンビ対策本部にして、化け物どもと戦おうというわけなんだが、逆にゾンビどもに襲撃されそうなんだよ。ゾンビとゴーストでいっぱいの不気味な町スリークにようこそ。じゃん、ドラッグストア。あ、なんかあるかな。買いに来た。お、とてもいいバット買いましょう。あ、とてもいいバットを買う。はい、装備する。おお、9も上がった。買ってもらう。で、厚めのフライパンをポーラにあげて、装備して、お、10も上がった。で、買ってもらって。もういいのかな？はい、次。風邪薬、歯ブラシ？ 3 ドルって。血清？あ、血清もっとこう。だ、ゾンビがいるんだもんね、ここ。タコ消しマシンとバックステージパスを妹に、妹っていうか送りました。はあ、この人話しかけた。暗いだろこの街。ほうほう。
確かに。あー、ここか、サーカス。この辺りにゾンビと立ち畑にしてる怪しいおじさん、ホテル泊ま…あー、お金を置いてきちゃった、全部全部置いてきちゃった。120。あ、そっか、ここあるんだ。どうしようかな。強さ36。まあ長女がいたらなんとかなるか。長女がいればの話だけど。誰かいる。確かにさっきの操り人形みたいなの強かったしね。ワンコも強かったし、タフで。ホテルはすごい普通にいい雰囲気。まあ泊まるのはいいや。じゃあサーカス見て、左の建物見て、上の墓場に行こう。子供じゃあねーって言われた。普通に叩いて倒せないのかな。じゃあ左上に行ってみよう。あ、これは調べた？海へ行きたい。そんな芝居がかったことを思いついたら、サマーズカリオンビーチへ。サマーズカリオンビーチ、まだ行ったことないかな。こうひょこっとなんか出てきそうで怖いね。あ、墓場来ました。てか全然長女見かけないけど、いないのかな。長女目当てにするのよくないかな。ドントエンタって書いてある。ちょっと長女を当てにするのよくないような気がしてきたから、墓に行く前に墓に行く前にホテルで火薬しとこうかな。でも ね、ノックし、あ、ネズミだ。ノックしたらね、へえ、キャーゾンビーなかなかまずいですね。じゃん、ぬいぐるみだ。ヒントを出して、あー、ヒント屋さんね。あ、蝶々だ。いるじゃん、蝶々。よいしょ。よしよし。あれ？なんか追いかけてきてるよね、完全に私のこと。あ、敵？ゴミ箱って、そういうこと？カビ臭い何？カビ臭いマン。ポーラは、あ、どうしよう。ファイヤーにしよう。やだー！ぬいぐるみには効果がないって何をやったの？4！ カビ臭いマン効かないの？よっしゃー。ちょっと草攻撃。ゴーストか。ポーラき、あんまあれなの？ポーラの攻撃ってこう、1か普通の攻撃とかなんか当たりどころがいいか悪いかであるのかな。おお、いいね。よし。あ、てか調べてないけど何も問題ないのかな。まあなんか多分見るからに怪しい。あ、嘘はえー、
ハチか。よくない、ハチ。やめて。あ、ぬいぐるみ。ナイス。ナイス、ぬいぐるみ。涙が止まらない。ああ、ちょっと待ってね。とりあえず、カビ臭いマンダフだったからよくない。ハエと、ファイヤー。涙は何で直すんだっけ。あー、ぬいぐるみ。やばい、やばいやばい。どうしよう。ヒーリングアルファが風に一瞬秒眠りって書いてあるんだけど、涙ってベータあったっけ。ヒーリング、ないよね。どうしようか。涙止まらない同士それでも受けてるんですけど、もう運でいくしかないね。お、いいね。涙は戻ってる？戻ってるかな。回復します。おお、ほい。あー、来るよね。アーバンゾンビ、ファイヤー。おー、いいね。祈ろう。お、いいね。よし。今どこ？この上は？これ特別な、ああ、写真屋さんが来てしまった。でもこれ特別な墓なの？はい、チーズ。うん、問題ない。まあそのうち問題があるようになるかな。では、西の方に。お、お、レベル上がりましたね。お、イオナズンベータ覚えました。ポーラ HP1 しか上がんなかったな。なんか見た感じでわかるかと思ったけど、全然わかんないね。ジロリ、ジロジロ。戦うの？は？いや、私の話なんですけどジロジロしてるのは、あー、なんかいるのかな。
かフラグが足りてないね、これは絶対。何がいるんだろう。あの人たちの怒りを買うような何か。ホテルの前にいる女、なんか突然重いんだけど。え、この人前からいたっけ。すごい重い。え、なんか音がおかしくなってる。受付の人もいないし。え、なんでこれ見えちゃいけないものなの。え、怖い。HP とか大丈夫。ダサいほど大丈夫でもないけど、まあ許容範囲内かな。怖いよ。ネスたちの運命やいかに。あら、どこ、ここ。あ、何事もないように。何か減ってるわけでもない。どっちかっつうと全開してる。寝たからかな。疲れは取れたと。髪がかかっている。どうしたポーラ。まだ会ったことのない仲間に呼びかけます。まだ会ったことのない私たちの仲間に呼びかけます。ジェフ、ジェフ、あなたの助けが欲しい。私はポーラ、そしてもう一人ネス、あなたに呼びかけています。ジェフ、どんなアイコンだったっけ。北の国、ウィンダーズ、ウィンタース、ウィンターズ。夜？今スノウと寄宿屋、寄宿舎。あ、メガネっ子。めっちゃ寝てるところで呼びかけまくってるけど、これ私が操作するのかな。起きました。2ゴールド。行かなきゃいけないんだ僕は。知りたとき、知りたときのごときでいいの。あー、うん、ロッカールーム。え、本当に。あー、ロッカールームまでついててあげるってこと。トニー、